はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということでですね、今回は、ターゲットのですね、外部指数の合計値、和をですね、特定の順位の和を、コンソール用の指数にできないかというリクエストをいただきましたので、それをね、まあ僕のできる範囲の Excel のやり、使い方、スキルとかでやっていきたいなと思うんですが、もっとね、Excel 詳しい方はもっと簡単にできちゃうと思いますが、ちょっとね、その辺はご了承いただければ、嬉しいなと思っております。で、前回ね、リクエストいただいた、前奏の外部指数をコンソール用にするというのもね、先日アップしたばかりですので、ぜひね、この動画見終わったらそちらもご覧いただけたら嬉しいなと思っております。さて、まずこの画面ですね、ターゲットの出馬表分析画面になるわけなんですが、ですね、この中身、こんな感じでシンプルなものにしました。はい、まあ、競馬場とね、レースで指数1の、指数の値ですね。はい、で、レース ID の、この3つのみね、掲載したものを、まず作ってみてください。そしてですね、僕は今回ね、アームズ指数、自分の配信している指数の方を読み込みました。はい、まずね、これを読み込んで、皆さんね、持っている指数をね、読み込んでいただければ、よろしいんじゃないのかなと思うわけなんですが、で、これをですね、この指数、この状況をですね、まずですね、すべて選択をしていただきます。はい、まあ楽なのはまあコントロールキーと A ですね。はい。で、右クリックをして、このクリップボードにコピー、Excel 用をコピーします。で、まあ、Excel の方にですね、ペタッと貼り付けてもらえれば、いいんですけど、適当に。はい、これもね、毎回やりますがね、このあるあるですね。はい、こうなってしまうので、レース ID が。レース ID が乗っかる部分は、セルの書式設定で、文字列を選択しておいた状態で、こう、ペタッと。そうすると、正常にね、貼り付けができるという感じになります。まずここまでやってみましょう。はい、で、続きまして、またターゲットに戻りましてですね、抽出ですね。抽出から外部指数1順位。まあ、これをまあ、今回1位から3位までとしましょう。はい、そうするとね、レースごとの1位から3位までの指数の順位が残ります。で、この状態からですね、まあ、この、先ほどはね、レース ID までコピーしたんですけれども、こんだけですね。はい、競馬場レース番号と指数、ここをコピーして、Excel 用でまたクリップボードに入れます。そして、先ほどのね、Excel にまた戻っていただいて、ここに、まあ、ペタッと、まあ、このあたりね、貼り付ける。まずね、この形をね、ぜひ一度作ってみてください。はい、続きましてですね、この、突然ね、今これ現れましたけど、札幌1レースからですね、まあ、すべての競馬場のこの仕組み、このまあ、フォーマットですね、はい、ターゲットから出力できる形式のこの、競馬場の一文字目と、レース番号ですね。はい。これをですね、まあ、ここにペタッと、こんな感じでね、作ってみるという感じを、これをね、まずね、やっておいてください。はい。で、次ですね。はい。まずですね、今この画面に出ているので、まあ、これね、ちょっとちっちゃくて見づらいと思うので、テロップで拡大いたしますが、まあ、こんなようなね、式を入れてもらえたらなと、はい、思います。で、まずこの、札幌1の横ですね。はい。これは後から下に全部コピーしていきますが、はい、まあ、寒い不関数ですね。で、括弧。で、まあ、絶対指定で、この F1 とか、今いろいろね、ちょっと Excel 苦手な人には分かりにくいものが入っているんですけれど、こちらですね。はい、まずこの、ここですね。この F1 から F150 と書いてあるのは、ここですね。この F の、ここの、下の方まで。今、150までね、わざわざ選択してます。で、これ、まあ、一応今ね、なんて言ったらいいんですかね。要するにですね、3位まで残していますね。はい。1位から3位まで指数を残しているということは各レース3頭。ただ指数の3位がね、被ってしまえば4頭になることもあるんですけど、そうすると、まあ 3×12×3 乗なので、108かな。はい。108で、済むんですよね。108で済むんですけれど、まあ、念のためにというか、まあ、ちょっと区切りがいいので、ここはね、オーバーしていればいくつでもいいので、150と、今回ね、させていただきました。はい。で、まずここをね、選択していると。で、次ですね、この、後半部分ですね。この、G 列を指定しています。ここは1位から3位までの指数が、さっきね、貼り付けたとこですね。で、この K の1。はい。この K の1っていうのはここです。はい。で、これがどういうことかというと、札幌1ですね。ここ。これに該当している、この中にあるものを、で、その横にあるこの数値を足すという、そんなようなね、内容になっております。なので、これを一回作ってですね、はい。こんな感じで下にコピーすると、今回対象となっているのが、函館と東京と、阪神の開催なので、当然ね、それ以外の会場はないので0になりますが、それ以外のところはね、合計値が出ます。
はい。阪神1レースであれば、阪神1レースはどこでしたかね。ここですね。126たす119たす138で、ここですね。383というようにね、合計値がこれで、出せるということになりました。はい。で、この、まあ、この記号とかについてはね、まあ、絶対指定とかな、絶対指定とかね、なんとか、まあ、いろいろあって、いつもね、動画で説明するので、今回省略しますが、これを入れないとですね、コピーした時に全部選択範囲がずれていってしまうので、そこだけね、注意してもらえればなと思います。で、多分ね、皆さん自分の好きなところにね、Excel で貼り付けたいっていう思いがあったりすると思うんですけど、結構ね、できないっていう方に限ってですね、説明の画面と全く違うやり方をしてですね、できないっていう人がね、結構多かったりするんですが、まずね、このままですね、だから使うのは A、B、C、F、G、K、L と。はい、ここにね、こんな感じで貼り付けてもらって、まず同じようにやってもらえれば、あとはここの数値をね、ずらしていくだけなので、誰でも一度できてしまえば簡単なので、はい、そんな感じでやってみてください。はい、でですね、次にですね、ここで分かってくるんですけど、なぜここにレース ID とかね、前途を入れたのかというと、まあ指数のね、合計値、レースごとに出したいのであれば、まあ、すべての馬が同じ値になると。そうすることによって、そのレースの指数として扱うことができますよね。過去で検索するときに、例えば200以上、300以上ってやったら、当然同じレースで、馬が出てきますので、1頭だけ検索してね、例えばまあ1枠1番の馬でもいいですし、1着だった馬でもいいんですけど、はい、1着の馬も最下位の馬も全部レースのね、そのレースの上位3頭の合計値は同じっていう風になるので、同じ、レースに出走する馬にすべて同じ指数を入れていくっていうことがおっしゃいので、こういうようなね、形になっております。はい。で、当然ね、ここにね、この合計値が入ればいいということになりますので、便利な VLOOKUP ですね。はい。関数を使います。で、検索値。検索する数値なので、まず、そうですね。検索値なので、ここですね。はい。函館1、まあ、レースのとこですね。で、範囲。範囲に関しては、先ほどね、ここにね、資料ができたこと、これはね、資料になっているわけなんですよね、ここが。ここを選択すると。で、ここの2行目。2列目ですね、すいません。2列目なので、2と。で、検索方法は、まあ、絶対と。絶対指定すると。そういうこと、そうすると、211とここに出ましたね。はい。211合っているのでしょうか。函館1です。211と。はい。あ、271と、出ました。すいません。僕今211って言ってましたけどね。ちょっと目が悪いので。はい。271となりました。で、これをですね、ビヨーンってやっていけばいいような感じもするんですけれど、これをですね、ビヨーンってやってしまうとですね、こんな感じですね。はい。ずれていってしまう。さっきも言ってたようにですね、このずれがね、生じてしまいますので、まずここで絶対に間違えてはいけないのは、この A の位置、ここで選択したものは下に動いていってほしくて、他はこっちですね。資料としている部分の範囲は動かしたくないので、ここにですね、はい。前回からこの何マークかわからない、ドルマークと呼んでいいのかわかりませんが、はい。もうね、金の雨を降らしていくわけです。はい。で、そうするとですね、これをピョーンとやったときに、こうクリックしたときにわかるんですけど、すいませんね。はい、ほら。先ほどこの赤い範囲がどんどんずれてましたが、これでずれなくなりましたということになります。で、これを下に、レースのね、出走等分いけば、はい、すべて同じですね。阪神12レースは1位か3位の合計値が328。はい、すべての馬が328となっています。で、すべてこういう感じでね、同じ、数値になっております。で、これを当然コピーして、はい。あとはもうこれをメモ帳に貼り付けて、外部指数化すれば OK ということになります。ということでね、これお疲れ様でした。はい。でですね、まあ、最後にね、今ね、作ったものをですね、はい。こんな感じでターゲットにね、読み込ませてみました。まあ、指数1位、3位、合計値。まあ、これはま、1位、2位でも別に1位、3位でもできますしね、残し方によっては、どんなことでもできますよね。だから1位と、ま、10位の合計による傾向とかね、うん。こういうマニアックなことやると他の人と違うようなものが見つかるかもしれません。なので、ま、こういうのを使うとですね、例えば、指数の上位の合計値が高いっていうことは、高い時に荒れるっていうね、指数もあるかもしれませんし、逆に硬くなるっていう指数もあるかもしれません。はい。で、いくつ以上の合計だと上位3頭で決まる確率が高いとか、いくつ以下の指数だと上位3頭でから、が、での決着が減るとかね、そういう傾向だってあるかもしれませんし、例えばじゃあ半路調教の時計ですよね。上位3頭で足した時に、3頭の合計がこのタイム以下だった時は、なんでしょうね。あ、まあ、でも、反論の場合はあれか、数値がね、少ない方がいいので、
この数値以上だった場合は、販路以外のね、調教で早い時を出している馬で上位決着する可能性が高いとかね、その逆もあったりとか、まあ、いろんなことがね、あると思います。あとはそうですね、例えば、どうですかね、まあ、決着の予想タイムとか、そんなもん自作している人もいるかもしれませんが、そういうのをね、上位で合計した時に、いくつ以上だとこの血統が強いとかね、いくつ以下だったらこの血統がよく馬券になってるとか、そんなようなね、アイデアもやっぱり広がっていくんですよね。で、前回アップした動画もそうですけど、こういうのをやり始めると本当にアイデア広がりますし、ターゲット使っている人の中で、例えば、その前回の動画でやったその前走指数をコンソーに入れるとかね、そういうのをやりながら、例えばこの上位合計とかをターゲットに取り込んでいって、それでダブルでね、検証している人なんで、ターゲットユーザーの多分 0. 何パーセントしかいないんですよ。で、やっぱり少数派になって美味しいところを見つけるっていうのが競馬の、というか、馬券のね、真髄というか、そこに一番そこにね、至るまでが一番、その環境を作るまでが手間がかかるんですけど、環境さえ作ってしまえば圧倒的に有利に、はい、なりますし、なんで、まぁちょっとね、あれなんですけど、まぁ前回で言ったら、前回でさっきも言ってますけど、前走の指数を混走指数に変換すると。じゃあ前走の指数を混走指数に変換して、さらにこうやってね、1位から3位の、じゃあ合計値を出した時でどういうものがあるんだろうと。これって結構面白いと思いません？例えば、じゃあ前走の予想オッズでもいいですし、そうですね。じゃあまあ予想オッズの代わりになるものって言ったら日刊コンピさんとかね、コンピ指数さんとかもありますけど、じゃあ前走の時点でクラスも同じでコンソーと、コンピ指数の前走の場を出した時に、全然前走の指数をコンソーに持ってきた時、コンソーと全然評価が違っていますと。うん。そんなレースで、その上位3頭の合計値がすごい高い場合って、その3頭が人気の評価が下がっていたとしてもひっくり返す可能性があるんじゃないのかなとかね。そんなようなね、アイデアも広がっていくので、ぜひぜひね、こういう、ことをしながらですね、楽しんでターゲットをね、使って、っていっていただければいいんじゃないでしょうかっていうか、まあ、別に僕はターゲットの回しもんでも何でもなく1ユーザーなんですけどね。はい。で、ターゲットに関してはですね、昨日 SNS とか Facebook で僕配信したんですけど、iPad のね、投票が iPad Go から独自のね、ものにまた戻ったということで、バージョンアップがされているのでね、した方がいいんじゃないのかなと思います。で、iPad Go ね、本当にお世話になって、なったものなので、このどんぐらいでしたっけ？半年ぐらい？でしたっけ？はい、お世話になってね、ターゲットの方で使わせていただいてたんで、すごくね、感謝もしているんですけど、やっぱりちょっと動作が重かったりですね、エラーが結構多いですね。特に無観客になってからエラー増えたなっていう印象で、エラーでね、投票できなかったり、投票できなかったって言って慌ててもう一回やったらね、二重に馬券買ってたとかっていうこともね、結構あったんで、ターゲット独自のものに戻ってくれて安定してればね、嬉しいなっていう感じですね。はい。で、まあターゲット次々ね、バージョンアップされてます。で、細かいね、修正とかもあったりしますので、ぜひね、定期的にね、そういうチェックもしてもらえたらいいんじゃないのかなっていう感じですね。はい。はい。まあ、そんなわけでね、今回ね、参考になったという方、やってみたいなとか、これからもね、こういうなんかちょっと変わったネタ聞きたいなっていう方がね、いらっしゃいましたら、ぜひね、チャンネル登録してもらえれば嬉しいなと思っております。はい。あと、まあ、LINE アートの配信とかもいろいろやってますし、まあ、ブログもメルマガも SNS もやってますので、まあ、気になる方はぜひぜひね、そっちにも遊びに来てください。ということで、竹内でした。さよなら。